マギド定食メニューっていうのがおすすめです。まあ大体1000円以内で食べれてしまうという、プラスこの定食ドリンクが絶対1杯無料でついてくるんですよね、ここので、ご飯のおかわりも無料っていう。マジか、ハイボールがおかわり無料なんですよ。ハイボールだけおかわりが無料。あのめっちゃ好きなんですよ、私個人的に。だから今日はここをねちょチョイスしたわけなんですけども、場所は一宮になるのかな、場所は一宮になります。はい、ここはね結構人気なので、まあ、予約とかしてコーンとこう普通に来ても結構ね駐車場とかもいっぱいやし、ね、また、まあ、待つことが多いかもしれない。普段はカーテンとか仕切られてるし、あ、ここ座敷は結構まあオープンな感じではあるけど、結構いいと思う、こういうところが。で、ここのおすすめは、まあ、もちろんね、こういうバラメニューもあるんですよ。こうやって一品物でも結構安いと思う。こうメニューも結構豊富にあるんですよ。でも一番はここのこの毎度定食メニューっていうのがおすすめです。これを1000円、まあ大体1000円以内で食べれてしまうという、プラスこの定食にドリンクが絶対1杯無料でついてくるんですよね、ここの、うん、絶対に。で、ご飯のおかわりも無料っていう。マジか。で、ここはあのお酒好きな人はハイボールがおかわり無料なんですよ。ハイボールだけおかわりが無料になっておりますので、まあハイボールめっちゃ好きな人とかおるやん、うん、そういう人はここね、おかわり無料だからすごいお得かなと思います。はい、なかなちゃんが今日はこれを、はい、このファンミックス定食を頼みました。僕はこれ、ホンボールホルモンね。この値段でどんなボリュームなのかっていうのは、そうで結構ね、付け合わせみたいなが来るんだけど、あのすごく定食で、その付け合わせが結構美味しくて、このもやしみたいなこの横しに、あ、そう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 、こういうやつが美味しいんよ。はい、ということで来ました。私もその付け合わせ美味しい、もやしがめっちゃ美味しい、これが美味しい、多分この辺も美味しいけど、でちゃんと玉ねぎもついてるし、ホルモンも入ってるし、あと何が入ってるんだろう、豚バラとてっちゃんと縁側ハラミ、結構ボリュームがね、はい、750ml 混合ホルモン定食ということで、全部ホルモンですね。わかめ、あとはほとんど一緒だね。そうだね、ただこっちにネギがね、
だもうちょっと。うん、いい感じ、いい感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もうこのいいライフの看板がいいな。なんで毎度って言うんだろうな。ごちそうさまでした。ぜひ行ってみてください。あ、他のところと比べて安い。まあ定食だからまあまあ普通になんだろう、食べ過ぎることもなくて。そうまあ、精肉店と比べたらまた違うけど、そうそうそう、ちょっと違うけど、あ、でも普通に美味しい、うん、まあリーズナブルに食べれるから、うん、ちょっと焼肉食べたいなっていう時に、なんだろう、こう普通の焼肉屋だったら行きにくいけど、ここだったら一人でも行きやすいかなって感じ、うん、でも一人で行きやすいっていうのはどういう部分でやっぱ思うんだろう。なんか女の子 だからこそ、なんかそのそういうのって複数回になってるから、うん、一人でも行きやすいんじゃないか。私結構一人で来るけど、一人で行ったことないっていう人はどうだろう。まあ閉鎖されてるから、うん、なんとなく行けるんだけどっていうのはあるかな、うん、はい、まあ、はい、おすすめなのでぜひ、はいはい、はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。